いいと思いますよ。すっごいね、錦市場のこのど真ん中がめっちゃ人でね、にぎわってるの。すごいわ、これはすごいいいアイディアと思うわ。ミューミュー、チャンネル京都 TV。 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。こんにちは、ミューミューのはんなり京都 TV。 とすえ、私今錦市場に来ております。錦市場をうろうろしてたら新店舗ができてたんですよ。すっごいいい感じのお店なんですけども、名前がね、いいよ、屋台村錦。去年のね11月にオープンされたみたいで、ほやほやなんですけど、もうね、屋台のね感じで、なんか2店舗合同なのかみたいな感じで連なってるんですけども、今からご紹介しますので、みんなの人ついてきなさい。ちょうどね、市場の真ん中ぐらいになるんかな、こんな感じで、でこっち側も、あ、一緒やね、これ屋台村。最初の一杯100円。ちょっと向こうからぐるっと回って、向こう席行くんで、おー、花咲ガニまで、エビラーメンとかもある。こっちが串カツコーナーかな。すごいなー、うわー、肉もある。こっちはね、天ぷらでもね、両方言えると思うんですよ、向こうの何々とか一緒なのでね。へえ、すごい、アゴアビもある。あ、そうなの、すごい。こんな感じで面白い店ができてるじゃありませんか。ちょっとね、美味しそうなお得メニューをチョイスして注文していきたいと思いますので、ちょいと待っといてください。テーブルは樽です、樽。これで日本酒最初の一杯100円なんですよ。すごくない、これ。これがいい、これいい、黒いのがいい、これ。おお、すごいサービスよ、これ。100円最初の一杯、ありがたいね。カニカマの巨大カニカマ、これね、1本400円やって、すごいね。いやー、すごいね、面白いね。まずはね、カニカマ買ってきたので、巨大カニカマいただきます。そしてかけ漬け100円の日本酒、みんなずらずら並んでたよ、すごい。あ、辛口がうまいわ、辛甘口。ちょっとね、いろいろね食べてね、他のものも見たいのでかじって、また次を三つ黒いに行きたいと思います。見てこの巨大カニカマ、うんうん、タラバガニ食べてるみたい、本格的。なんかこれでお腹いっぱいになりそう。でもちょっと他にも食べたいのあるので見てきます。ちょっとこれいいよ、これ揚げたて串、シングル2人は出ない完成。エビとホタテ、揚げたてほやほや。すごいね、ホタテもこんな感じやで。エビはね、よくありがちだけど、うん、うまっ、でっかっ、のっぱおふ。ビール寄ってきました。
うまい。揚げ物にはやっぱビール美味しい。いや面白いね、こんなお店。見てこのエビも、こんな巨大エビフライ。うん、お肉とかね、まだね、お寿司とかお刺身とかもいろいろあるんやけど、もうこんなん全部食べてたらもうどこにも行けへんので、ちょっとご紹介的な感じで今日出してますけども、いいと思いますよ。すっごいね、錦市場のこのど真ん中がめっちゃ人でね、にぎわってるの。すごいわ、これはすごいいいアイディアと思うわ。おいしい。水肉や肉、ハラミ串な、美味しそうやな思ってて、これ中落ち。うわすごい、で神戸牛とかもある。パンとかも美味しそうやな、これ面白いね。牛タン串にしようかな。あ、お姉さん牛タン串ください。はい、牛タン串800円。めっちゃこれボリュームすごいで。あかんの、いただきます。これうまっ、これはうまい。めっちゃ美味しい。肉、肉の何飲めへん。巧みに生と書いて、何やろ、分からん。隣肉の肉屋のヒロやけど、あれやな、肉屋のヒロのじゃないよな。でもそのぐらいうまい。さすがね、うちある。すごいで、どん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 人が吸い込まれております。いや皆さんいかがでござんした、これいかがでござんしたよ。こんなね、すごいね、屋台村みたいなのができたんですよ。ぜひ皆さん錦市場来てみてください。樽もいっぱいあるので、テーブルね、絶対座って食べれると思うので、入れ替わりも結構激しいので全然いけると思いますので、ぜひ皆さん錦市場の屋台村すごいね、これ、いろんなお店が集ってる。ぜひ来て飲んでみてはいかがでしょうか。飛び込み訪問しましたけども、私今からまだまだ飲んでいきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。みゆみはんなりねこ TV チャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。